基本移動操作伝授。左スティックを入力することで進みたい方向に移動できる。また左スティックの入力の仕方で移動スピードの調整も可能だ。バスボタンを押すとその場でジャンプできる。移動中にバスボタンを押すとその方向にジャンプできる。次はぶら下がり操作の伝授だ。地味だが大事な操作だぞ。ジャンプ中に壁の端や鉄棒に触れるとそこを掴んでぶら下がることができる。ぶら下がり中にバスボタンを押すとそこから上にジャンプすることができる。ぶら下がっている場所から降りたいときは左スティックを下方向に入力しながらバスボタンを押せばよい。以上が基本移動の操作方法だ。確かに伝授したぞ。